皆さんんごきげんよう、えー、と前回クイズを出しましたね、えー、お坊様がこうしてもいいことしてはいけないことについてこう、えー、判断しましょうというそういうクイズを出しましたんですがその中で実はあのーえー、っとちょっとこの補足をしておかなくちゃいけないという部分がありましたので一応前回で終わると言ったんですけれどももう一回だけ、えー、お坊さんの生活についての 説明を付け加えたいいと思いますす問題はこの3番なんですね、えー、お坊様がパーティーに招待されたら行ってもいいのか悪いのかこれに対してそのパーティーに行って、えー、娯楽ですねつまり、えー、遊びに参加するという形で、えー、そこにその呼ばれていくということはこれは禁じられますと。お坊様は、えー、出家者としての立場で生きているのであって。 俗人と同じ楽しみを同じように、えー、味わいたいという願いを持ってはいけないわけですからそういう意味ではこのパーティーに呼ばれた時には行ってはいけないんですがただですねこれ誤解されると困るのですが,あの呼,ぶ方が呼ぶ方がですね信者さんの方が「一緒に遊びましょう」って言って呼ぶんじゃなくって「 お坊様、どうぞ我々のこの集まりに来てくださいませとそして仏教修行者としてのいろんなお話も聞かせていただきたいとかあるいは修行者としての立派な姿をそこに表していただきたいと我々はそのお姿をまた拝んでその功徳をいただきたいというつまり僧侶として呼ぶという状態であるならばこれは 許されるんですそこのところがもうくれぐれも誤解のないようにしていただきたいと思うんですね。でちょっと次に行きますが <laughs> こうですねあの信者との,あの付き合い方信者さん方と、えー、僧侶がどのように付き合い付き合うべきかということがまあ古代インドでどのように制定されているかということなんですがもう言うまでもなく「一緒に遊びましょう」はこれは あのダメなんですね、えー、出家した意味がありませんからしかしながら、えー、あのそういう遊びを目的としたお付き合いではなくってあくまであの出家者としてそこへ、えー、まあ,あの顔を出しそこに出かけていき周りの人たちもそのお坊様を出家者として迎えるという形で、えー、信者さんのさまざまなイベントですねそういうものに 行くということはこれはもうあのちっとも構わないことなんです。ここのところは誤解しないでくださいね。ですからここに書いておきましたけれども、えー、信者の娯楽に無自覚に無自覚というのはもう一緒になって遊んでしまうということです。みんながお酒飲んでわあッと騒いでね歌歌ってっていうそこに一緒になって肩組んで、えー、何のその僧侶としての立場もなしに一緒に遊んではいさよならって帰ってきましたと。これでは あのお坊様でであるこことととの意味がなないということなんですねしかしながら、えー、信者さんがお坊様来てくださいませお坊様としてここで、えー、座っていてくださいませというような形あるいはお話の一つも聞かせてくださいというようにそこに行くことによって、えー、仏教への思いを深めるということが可能なそういう場所ならばこれは大いに進められるわけです。 これも原理原理則ですね。一般の人たちがお坊様をどう見るかお坊さんに対してどのような、えー、その視点を投げかけるか視線を投げかけるかというそこを考えなければならないんです。ですから、えー、出家者として後ろ指を刺されるようなことですねあの宗、えー、体を晒すとかね そういうあ,のありますわね時々ありますっ,てったら怒られちゃうけども、えー、あるような気がしますけれども <laughs> そういうことをするとなんやお坊さんのくせにとね、普段はあの立派なお,お釈迦様の教えが仏さんがと言ってるのにあ,あの姿は我々よりももっと俗じゃないかというようなふうに思われる場に行ってはならんということです。 行くならば僧侶として行かねばならんということなんですね。それはその人自身一個人の問題だけではなくて、仏教界、仏教という一つの組織集団の評判に関わってくるからなんですね。そういう意味で、えー、あのパーティーの先ほどのその千回のね、えー、そのクイズに対する答え もうちちょっと正確に言わなくちゃいけませんねパーティーに行ってはいけないのではなくって、えー、パーティーの遊びのメンバーとして行ってはいけないのであって、えー、そこに行くことによって人々の仏教への思いが深まるのであるならばそのような姿勢態度振る舞いで行けということになるわけなんですね。ちょっと実例を今日はお話ししたいと思うんですけれども、えー、っとここにあの3つほど書いておきました。これねあの 普通あんまり日本だと考えられないことなんですが東南アジアとかスリランカなどではごく普通のお坊さんの行動活動ですお坊さんがどういうところへ行くかということなんですがね、えー、結婚式これは別にそのお坊さんが自分の親戚の結婚式に行くというんじゃなくって結婚式にそのお坊さんたちを招待するんですねよろしいです。 あの私の非常に近しい人の息子さんがこの間あのタイで結婚式をしたんですね、まあ、日本人同士なんですけどもタイで伝統的な仏式で結婚式をしたいという願いがありまして、えー、あのみんな行ったんですねタイへね。 あのその近しい人の息子っていうのはあの私の息子なんですけども私の息子がタイで結婚式したいっていうからあの我々親族一度もみんなタイ行きましたですよ。そうしますとねあの伝統的なタイのやり方でやるんだということであの朝早くに何があるかっていうとあのお坊様が来るんですね。9人も来るんです あのタイでは9というのが大変めでたい数らしいんで何をするにしても9という数にちなんでやるらしいんであのお坊さん9人バスに乗って結婚式場へ朝早くにやってくるんですね7時9分に来ましたけれどもそして何するかというとお坊様たちはまずあのその特別にれつられら,られたお坊さんの座席にお座りになりまして横一列にねずっと並ぶわけです。そして えっと私のまあ息子とそのお嫁さんですね新婚の夫婦があのごはをねまず最初にそのお坊様たち一人一人の鉢の中へと入れていくんですね。だからお坊様たちの仕事は何しに来たかというとこれご飯を食べに来るんです。あの先回言いましたでしょ、えー、お,呼ばれですよお坊様を我々信者側が招待をして呼んで。 そししててそそこででご飯を召し上がっていただくわけですでそれによって我々は何をするのかというとその立派な暮らしをしている精錬できれいな暮らしをしているお坊様という人たちにご飯を差し上げるその功徳ですそれがあの見返りがいずれまた我々に幸せとして戻ってくるであろうというそういう信仰ですね。そういういもののがあるので お坊様に来ていただく一番の理由はご飯を召し上がっていただくために呼ぶわけですね。こうしてお坊様たち9人ご飯召し上がって、ね、一言も喋りませんよ。あの何、えー、てか世間付き合いのために来ているわけじゃないので、一言も喋らずにご飯を召し上がって、その後我々に対して、えー、まああの対語だからよくわかんなかったけれども、えー、幸せに。 ななりなさいみたいなそんな <laughs> チャンティングをですね唱えてこれであの帰っちゃうんですよバスに乗って。ね。そしてその後から結婚式が始まるんですだからお坊様自身はその結婚式でみんなが楽しくわーっとこう盛り上がっているその場には居合わせないんですね。 そのために来るわけじゃないから。お坊さんは我々が功徳を積んでつまり立派な方にちゃんとしたもてなしをすることによって我々自身にその利益が来る家宝が戻ってくるという考え方でお坊さんは自分自身が幸せな家宝をいただくための職場としてやってきてくれるわけです。お坊さんんは幸せの職場なんですよ。 そういう意味でこのような形でお坊さんを招待するということはこれはまあパーティーと言ってもいいけれどもその遊びに来るわけじゃないんですね。私たたちのために来ててくださるるといいいう、ううそ方をしているわけですですからこの考え方を延長しますとお坊様というお坊様がね仏教のお坊さんがそこにおられるということはおられるということだけで我々はそのお坊さんを拝んだり 何かを供養したりすることによって自分自身に家宝を受けることができるというわけでそこに触媒がいてくれるわけだからこれ大変ありがたいことなんです。ということはあのどのような場面においてもお坊さんがそこにいるということを大変ありがたく思う文化なんですね。本来的に仏教っっててのそそういううういいい文化なんでですすうう社会構造を作ってるわけです ですからお坊さんがいる場所が不吉だとかあのお坊さんがいるとなんかあの嫌だとかそういう場所はないということになるんですねこれ日本と全然違いますねだからこれ新築祝いっていうのもあるでしょ家建てるとあの最初にお坊さんに来てもらうんですねそしてあの家の前に布を引きましてお坊さんにその布を踏んでそしてその家に最初に入ってもらうんです。 初めにおおあの家の中に入ってもらうわけですね。それによってその家に服が来て、えーえーまあ、それから先この家に住む人たちに災いのない安楽な生活が来るというここはもう世俗的な一般社会での価値観なんですがその一般社会の価値観をこう人々に安心させるための触媒として その一般社会の価値観から抜け出した清廉なあのすす崇高なっていうかなあの非常にきれいな生活をしているお坊様に来てもらうというそういうあの仕組みになっているわけなんですね。ですからねあ,のあれですよあの病気の人のところへお坊さんに来てもらうんですよ。 それはそそうですよねそのお坊様来てくださってそのお坊様に供養するということで病気が治るんだったらこれはもう素晴らしいことですだからもう、えー、喜んで人々は、えー、病床の枕元にお坊様に来ていただくわけなんですねこれはもう日本と全然違いますね。えー、そういう意味で日本はねやはりあの、えー、お坊様が葬儀お葬式というものに深く関わってきたためにお葬式の まああの代表みたいなね、えー、お坊様イコールお葬式の主催者というような位置づけになってしまったためにお葬式以外の場所での幸せの触媒というそういう意味合いがもうなくなってしまったんですねこれは大変残念だし今のお坊様たちにとってもある意味お気の毒なことだと思いますで今そういう文化をなんとかこうそういう通念をこうまあ えー、改,改定してですかね変えて、えー、僧侶というものは決して僧児の,そあの,総理の、えー、主催者なのではなくってさまざまな場所で人々に良いお話をしたり良い姿勢を見せるということで心の安心を与える存在になりたいと願うお坊さんたちがだいぶ増えてきているようです。えー、あの 一般の人たちもそういう気持ちを受け入れるような形で進んでいけばもっと広く仏教とといいいうものの意味が、ね、浸透すす。るんじゃないかと思いますですからあの当然お坊様は病人のところへも行くし結婚式も行くしめでたかろうがあのめでたくなかろうがとにかく人々にその安楽と幸せをもたらす。 世俗,の意味でね、世俗的な幸せですけどもその幸せを運ぶ幸せの使者ちょっと格好良すぎるねあの、えー、幸せの触媒として、えー、世間で活動しているんだとこれがこれお釈迦様時代の仏教がそのままあのー、存続すればそういう形になるはずのものなんですね。そういううい意味ではまた、これから仏教がどのような役割を 現代社会で果たしていくかという現代的な問題を考えるときにもこの構造というのはとても大事な一つの基盤になると思っておりますこれがちょっと今日はあの付、えー、録ということでお話をいたしましたじゃあこれで終わりますまたお会いしましょうごきげんよう